なんか今日楽しいね。何満足して終わっちゃった。よかった。出てみるもんだな。すごかったんだよ。もう高いので決まったゲストってなったら、うわーって一人で盛り上がっちゃって。はいはい、逆に言うとね、なんで懐いてくれてるんだろうっていうのもあるんだよね。そう、なんで好きなのそんなに。桜井さんってさ、かっこいいじゃないですか。お前今適当だろ。存在がね。本当に本気で言ってんの？でも本当に、さっきさ、パクさんが面倒見いいっていう話をしたじゃないですか。うん、本当に良くしてもらってて。本当優しいのよ。私さ、あんまりさ、人のことよく言わないじゃない？うん。本当にね。それに関しては本当にね。フォローしねえんだ。だけど。だから本当なんだなって思うよね。そうそうそう。うん、本当にさ、イベントとか私全然慣れてなくてさ、もうめっちゃもう、ね、できないってなってる時とかにフォローしてくれたりとかさ、ラジオとかでもしゃべりでしゃべらないで、ウィーってなってると、なんかフォローしてくれたりとかしてくれたんだよね。いい子なのよ。で、いい子なんだよね、本当に。ちょっとそういうのがね。やっとくるよね。だって自分で言ってかないんですけど。なんかちょっと今ずっとこれなんか、ドキドキしてる。いいポジションにいるな。なんかメールもね、いっぱい来てるので紹介したいななんて思うんですけども、はい、イクトさんからいただきました。うん、桜井さんがゲストとした時、はい、今まで以上に中身のない番組になってしまった。心配に。わかってる。心配になりました。俺のフラットトークで。というか、放送を聞くまで不安です。マオちゃんと桜井さんのふざけ合いをパクさんがどう止めるのかちょうど楽しみだったり。そういう図なんだ。桜井さんに質問です。桜井さんはパーソナリティのお二人の好きなところはどこですか？それちょっと聞いてみたいですね。なんでしょうね、熱い視線。好きなのかな、俺のこと。熱視線って言うんでしょう。俺のこと好きなのかな。抱きたいんじゃないですか。マジで悪くない。でも抱かれるより抱きたいよね。本当に、うん、愛されるよりも愛したいマジで。マジで。キンキみたいな。俺、キッツみたいだよ。ある部分はね。どうしたえ、何ですか中身がない。この質問に答えます。ああ、そうか。好きなところ。え、なんだろう。ちょっと聞いちゃいたいな、これ。そうだね。なんか一方的な、一方通行だもんね。聞きたいんだろ、うん。うん。ほんと好きね。言ってて。いや、言ってて。なんかね、なんだろう。1や10、ほんと100ぐらい分かってくれるの。1言えば、100ぐらい分かってくれるの。あ、そうですか。そういう、簡単に言うとすごく楽だったりとか、すごく安心感とか信頼感があるの。そうそうそう。都合がいいんだね。そうだね。それだ。都合のいい。都合のいい男。俺とって都合のいい男だ。あんまいいフレーズじゃない気がします。え、本当に？呼んだら来るし、みたいな。ご飯食わしときゃ言うこと聞くし、みたいな。私それでもいい。いいんだ、よかった。幸せ、私。ちなみにパクさんはあのね、古い付き合いというか、ね。結構ね、うん、俺相談とかしたこともあるのよ。二人で飲んだりとかね。え？意外？うん。そういうこともあったりする。できます？相談。で、この人がまた見抜くんですよね。わかります。そうそう、こうなんでしょう、ズキみたいな。ズキドッキリですよ。僕、この方の前で泣いたことあります。マジで？しかもね、一回じゃねえんだよ。一回じゃない。一回じゃない。重ねてるんだ。ほんと重ねてる私の車の中でさ。マジで？本当だよ。じゃあもう泣きやすいだろ、逆に。今もう、今も泣けるぐらいじゃないの。はい。そう、そういうね、なんか、そう、心の距離が近い。ああ。あれ、今いいこと言ったんだけど、あんまり響かなかった。情に熱い人だよ。そうそう、そういう。ちょっと。なんかね、全然そう思ってないってことね。甘神の嵐は。でも、高いのも相談乗ってくれんだよ。あ、逆に、パクさんの相談。うん、なんか相談し合いっこ。それは意外でしたね。そうそうそう。そういったこう、すごくさ、そういう意味で距離が近いと感じられると、楽になれるというか。なるほどね。うん。その信頼関係ってさ、説明しなくてもいいじゃない。なるほどね。うん、じゃあちなみに。